セル。ちょっと今から打つので考えると、もしかしたら王道のジャグラーでジャグレン狙った方がいいかも。ちょっとジャグレンというかジャグラーみたいな、今多分ちょっとちょい負けだと思うんですよね、枚数でいうと。なので多分ジャグレンをビッグ3連ぐらいかかってかましたら、まあなんかよく分かってるみたいな感じ言ってるけど、さっきまで自分の思い描いたのと全然違う展開ですからね。ってなると、これなのかなとは思うんだけど、逆にハマってるところ狙いで、そこからトトトンって3回ぐらい当たったらもうスパッとやめるっていうパターンで、じゃあこれにしよう、この台。違う、これだ。お、いいや、タイミングが空いた、これバーに偏ってるからちょっと嫌だからやめたような気がしますね。これ宝物見つけ。それではこの挙動を見て、高設定台でたまたまバーに傾いたと思って、ここからビッグの流れ来るように頑張ります。言った通り来たよ。ビッグお願いします。ビッグよっしゃ来た。うん、ペカッタペカッタ。読み当たるの超すごくない、超すごくない。2ゲーム、読みが当たった。こっからですよ、ジャグレン。ジャグラーが呼んでたんだよね、クロちゃんを。まだかな、まだかな。おお、いや、ほっといても来ますね。結構よそ見してる時にやっぱ来ますね、ジャグラーは。ジャグラーあるあるですけど、ハサミ打ちっていいですか。僕7だと思う。いや7でねえじゃん。バーお化けベロベロに。ペカってるのはどちらでしょうか。正解こっちです。ペカったペカった。バーじゃん、またやっぱバーに偏ってる。そうだ、忘れてた、クロちゃんのオカルトで、僕人のオカルトなんですけど、バーに偏ってる、出方が偏ってるジャグラーは終日バーに偏るっていうのがあるんですよ。ちょっとダメだよこの流れ、断ち切りますからね。けどゲーム数早いからバーでもちょっと増えてますからね。おお、ごめんなさいね、やっぱちょっとぼーっとしながら打ってるから毎回ビクビクしちゃってごめんなさい。本当はビッグでしょ。あれ、この止まり方はやっぱバーに偏ってる。いや増えてるけど、
タンチェじゃなくても光る光る。ごめんなさいね、ごめんなさい。タンタタンタタンタラタタンタラタタラ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 タタ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 。人参ちょうだい、餌ちょうだい。団長が言ってたんですけど、調子のテテブが一番腹立つって言ったんですけど、今皆さん腹立ってませんか？大丈夫ですか？デブじゃないクロちゃん、肩太り、昭和のプロレス体型だから太ってないもん。ふうふう。いいですね。11で大当たり確定になったから、ドロメで今の音楽流れましたもんね。皆さん楽しんでいただけたでしょうか。今度グータンマッチやりますね。これペカりますよ。ペカらんかった。もう正直に文句言われてももういい。こんだけ当たってくれたジャグラー楽しすぎて仕方ない。正直今までコムさんが4回やってるじゃないですか。その時にこんないろいろ面白い展開ありました？ないでしょ。僕ね、正直好きなことだから一生懸命やろうって決めてるんですよ。スロットはその差だと思いますよ。敵云々観音じゃない、本当に好きだからこんだけできる。コムさんやっぱこんな展開やってないってことは、やっぱね、大阪の中心でね叫ぶの僕でいいんじゃないですか。正直正直魂込めてね、視聴者がね喜んでそのオフ会参加できればと思ってね、もっと打つなんて普通ありえないからね。本当に俺もしも違うとか言ってたら頭おかしいなと思うもん。けどそんぐらいの気持ちがないと真のオフ会ってのはできないと思うんですよ。中途半端に負けてる、そんなのダメ。何が夕方からだったら負けなそうだからって言って、いやいやお宝代逃してどうすんですかって。だったら張り付いて自分が良さそうな台見とかないといけないですよ。もうごめんなさい、見てごめんなさい、見てほらごめんなさいね、ごめんなさい、ごめんなさい、さいさいさい、えい、外しますよ、見てせーのポン、ペカった。あーごめんなさい、もうごめんなさいね、ごめんなさいね、ごめんなさい。お客さんにずっと朝から並んで喋ったお客さんにもらったんですけど、この店こんなん出すんですか、びっくりマンシールみたいなやつ、極悪店長って。その割にちょっと優しそうなんだけど、いただきます。いやなんかスロット打ってて、こうやってね普通にね一緒に並んだりとかして仲良くなって喋ってどうとかって喋ったりするのが楽しかったりしますからね、醍醐味。トモさんってそんなことしてますか？いや、してると思うんですけど、してますか？僕正直結構お客さんと仲良くなってますよ。次来た時に情報交換で、あ、光ってペカってる、いつの間にか。言ってよ、先見てたでしょ、言ってよ。
個前か2個前にはもう光ってますよ。はい、7ゲーム、今7ゲームですからね。ごちそうさまでーす。うん、夢なら覚めないで。いや、これはちょっとこんな感じだったらプライベートでこんな打ち方しそうで怖い。まあぶっちゃけ今日プライベートみたいな感じですけどね、これ。やばい、これ朝一ジャグラー並んじゃうね俺これ。へかりました。はい、乾杯しました。いただきます。来ました。ペコッと、ペコッとよ。バーの予感がする。なんちゃって斜めでした。くるくるりん。これちょっとダメだわ、これ何これ。出来が良すぎる。なんか今まだね、ジャグレンの途中なんですけど、もうコモさんが来たらしいので、もう仕方ないけど、もったいないけどやめます。いやーけどすごいいい思いさせてもらったんで、できたらさっき仲良くなった常連さんにちょっとこの台譲ろうかなと思います。トムさんには絶対譲りません。いやお願いします。いやーこれはいったんじゃない。結構結構いった。ということでじゃん、3230枚ゲット。ちょっとおかしくない？トムがいるって言うから出てきたのに全然いないじゃん。なにこれ、え、おかしくない？なんで俺ここ一人で立っとかないといけないの？トム、トム、え、じゃじゃーん、来ました。お待たせしました。いやいやいや、ひょうきんだね、ひょうきんだねじゃねえよ。お待たせしました。お待たせしましたじゃないよ。お待たせしました。いや、なんなん本当に。え、いや、絵じゃない、絵じゃない、絵じゃない。聞こえてるでしょ。いや、結局急いで来るって言いながら全然、いやいや、ちょうど同じくらい時間来やがったって。めっちゃダッシュできたよ。ダッシュで、いやいや、全然走ってないで、うん、全然今の走ってない感じじゃん。いや、しかもそれ、なんで急に本人のお面かぶってる意味も分かんなかったしさ若干怖かったわ。いや、あのね、それのさっきつけてたら、その辺にいる女性の方がキャーって言ってたからびっくりしてて。いや、びっくりしてたじゃないよ、本当に、うん、なんかキャーって言ってから俺が言われてんのかなってドキッとしたわ、本当に。いや、多分ね、そっちです。いや、そっちじゃない、はい、絶対そっちでしょ。はい、で、え、はい、ちょっとね、お待たせしたんですけど、はい、いい仕事したんですよね。いやいや、ね、正直なこと言っていいですか。はい、次から僕の番組になる可能性ありますよ、これ。お、大阪の中心で、うん、何を叫ぶんですか。何を叫ぶ、うん、今は大阪の中心でパチスロを叫ぶんですけど、はい、じゃあ何を叫ぶんですか。え、パチスロじゃダメなの。いや、パチス、いや、おかしくない。だって急にわーわーと叫ぶと。あ、いいいい、それで行こう。いやいや、行こうじゃない。それで行こう。行こうじゃない。違う違う違う。大阪の中心でわーわーと叫ぶ。いや、叫ぶじゃなくて、そうなると、うん、いや違うじゃん。俺の番組になると、うん、トム出てこないからね。あ、そっか。いや、そっかじゃないよ。なんかリアクションが本当にB 級コメディみたいな感じ。どういうこと本当に。え、そう、今日は、海外に行っててちょっとあまり日本語入ってこないんですよ。まだ入ってこないじゃね。入ってこないんですよ、まだ。あんたから結構今ガンガン喋ってたじゃん、日本語、うん、僕の作戦は、うん、要は今日周年じゃないですか、うん、で、まあスペシャルなことやりたくて、それでまあクロちゃん呼んだら盛り上がると思ってて、で、僕あくまで個人の話すると、うん、朝から参戦したのは今まで4回。まあそうですね、今回5回目って言ってますよね。5回目で、で、負けで、うん、
4回目だけやっと勝ったんですけど、うん、僕気づいて朝弱いんですよ僕は。だから周年でクロちゃんが朝から来たら相当盛り上がると思ってて、うん、そうなったんですよね。で正直ね展開ねありえなかったっすよ、うん、ありえないし、まあ正直ねあのお客さんの並びがすごかったからさ、うん、座らなかったどうしようっていうまずそれがあって、うん、でなんとか自分が狙ってる台座れて、うん、で展開的にも早めに、はい、ハーレス引いて、おあそうでまだ言ってましたね、はい、でその後天井を狙ったら、うん、もう天井真っ白だったからね猫真っ白天井真っ白のクロちゃんでしたから、はい、天井そしたらまさかの天井100ちょい前ぐらいで当たってしまうっていう、はい、ああいつものありありあるあるね、うん、いつもパチソといえばいつも天井手前で当たってそこは当然、はい、まあ犬で60元みたいな感じでしょ。いやほんとその通り。そうですよね。でその後もう、うん、ああこうダメだなと思ったらまさかのそこからの、うん、諦めかけた時に、うん、左から押してください。そこで右押しましたね。いやダメなの。あおかしいだろ。ボーって変な音するわ。ってするでしょ。いや違う違う、はい、神降臨ですよ。ゴッド降臨ですよ。それ告知はいきなりフリーズブチュンパターン。いやなんかあのハーデスが縛られてる感じから、はあ、やるね。やるねじゃないよこれ。こじゃあ次からクロちゃんの番組の完成高いねこれは。いや待って待って、なんか受け入れる体制おかしくない。うんこれ、ね、普通それはちょっと困るよみたいな感じじゃないの。いやでも僕もちょっと見たいなそういうのは。いや見たいなじゃないよ、うん、正直言うわ、あのそんな展開まずないからさ、はい、俺もちょっとびっくりしたうんでその後、はい、あねゴッド来たんだけどゴッドの中の展開はそこまで良くなくて、あ犬犬犬、いやあの犬で犬妖精妖精、あまあまあ悪くないね。悪くなかったんですけど、まあまあけどそっから、うんまあ、2000枚ぐらい出て、うん、でちょっと減らしてこのままじゃやばいなと思ってジャグラ、うん、ジャグラでジャグラは、うん、ジャグラはどうなったの。さっきねあのチラッと見たんですけど、はい、積んでた。いや見てたの見てたの。チラッと見て、いや見てたんだチラッと見て、チラッと見て声かけようと思ったけど、うん、いや先に台を見ようかなと思って。仕事が早いね君ね。そうだからね僕の作戦は夕方から来て美味しい台をいただくでしょ、うん、そのバトンタッチはまあ、うん、台受けてもいいかなと思ったけど、いやもっといい台見つけた。いや俺もねあの、うん、すごいジャグラーがめちゃくちゃ調子よくて、うん、ジャグラーしまくりだったからさ、うん、そこでガン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 プラスになりましたから。おでそのねやっぱね、うん、確率も良くなってたんで、うん、その台をさすがトムにやるのは腹立つから朝ね並びの時に喋って仲良くなってた常連さんがいたんで常連さんに渡しました。バトンタッチしました。僕はあれ今日会ってまあ正直多分2回ぐらいですけど、はい、そんな仲悪い感じですか。仲悪いとかじゃなくて、うん、ちょっと腹立ってる感じですか。そうですね、あの夕方から来てなんかヒーローは後から来るみたいな感じのが腹立つ感じ、うん、もう来なかったらさ俺がずっとあの台ね、うん、ジャグラ打ってたらもっといい成果出せたと思うよ。大丈夫？大丈夫です。いろんなことを噛み締めて言わなかったね今ね。そう、あ今考え、いやただね僕正直言うと、うん、夕方来るっていうね、うん、僕のポイント今回のポイントで、はい、今台見て、うん、番長の確実にいい台見つけました。マジで？マジで確実にいいです。ああと2台ぐらいありましたけどね。あと2台ぐらい、2台ぐらいあります。いやもう多分埋まってるだろそんなの。いやー多分いけるよ、いけるよ。あ、打ちます。打たないよ、今から打たないよ。だったらジャグラーそのまま打たさせてくれる。あ、そうか。いや、でも僕、その、はい、ね、スロットだけじゃなくて、うん、ミッションあったじゃん。あ、ほんとだ。ミッションの方はどうなりました、うん、?6 人の女性スタッフに I love you というミッションを達成。うわ、ありがとうございます。6人どころじゃなくて、7人に言ったからね。しかも1人に対して同じ人に対して3回言ったこともあるからね、うん、お気に入りの子がいたってわけですよね。そうね、やっぱ言えば言うほど嫌われちゃうね。そう1回断られてるのに1回言う必要がなかったね。ほんとね、うん、すごい全部、うん、あの結果を求めたら全員にいろんな振られ方したね、ほんとに。そうちょっとね、どんな気持ちでスロット打っていいのか分かんなくなったよね。確かにそれはちょっと厳しいね。まあでもはい、クリアしましたよね、達成しました、はい、言うだけで OK ですからね。達成、ありがとうございます。そして、はい、ネガティブ発言をしない。お
これはね、僕難しかったからこれやってほしかったです、ぜひ。はい、もうポジティブシンキングしか言わなかったですよ。ポジティブシンキング、そこで英語であえて、はい、なんでちょっと近い、カメラ近いし、いや嘘ついてんの、もしかして嘘はついたらダメでしょ。嘘じゃない、言葉のあや僕ね、日本語得意じゃないんで今のはちょっと分からなかったんですけど、どういうことですか。いや、分かんない、それを今滑ったにもかかわらず説明させるっていうのは二重苦です、本当に。ちょっとこの番長がどうなるかによって、本当ね、この尺変わりますからね。尺どころか番組の名前変わりますからね。そうやね、クロちゃんの大阪の出身でわー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 と叫ぶ。いやいや、なんかこれがいいのか悪いのか分かんないよね。パスの番組じゃないですよ。そうそう、パスのキーワード入ってないから。まあ、という感じでありがとうございました。じゃあ僕ちょっと急がないと閉店がやってくるから、はい、なんだよ本当に、自分から時間指定してきやがったみたいな、すいません。自由だな本当に、俺最後結局これ持ってるって意味わかんねえ本当に。でもありがとうございました。あ、そのまま行くのね、行きます。お疲れ様です。頑張ってよ。お疲れ様です。いや、足早に行くよねあの人。いや、なんだよ、しかもなんかちょうど雨降ってくるし、なんかポツポツ。いや、けど頑張りましたからね。この後のトムがどうなるかによって番組変わるから、そこも見といてね。わーわーわー。さあ、僕が見つけた番長で、ね、2階のエキサイティングスペースの中にありますけど、まあそのやっぱり夕方から僕はね、そっちの方が俺得意ですよね、正直。朝から悪い番組いて何もなしで打つよりは、多分今日は間違いなく結果出せると思います。選んだ台は番長の角から3番で、パッと見ですよ、パッと見、まあ要は出て戻って出て戻ってみたいな感じなんですけど、心降りて絶対終わった感じですよ。ポイントとしては引き戻しがあります。それだけでこの台選んだんですけど、まあ今考えると番長入ってそんなに時間経ってないし、引き戻し1回でも確認すると結構大きいんで、この台は絶対出てくれると思うんです。さあ打つ前にはなんとですね、1個どうしてもクリアしたいミッション、その前振りが必要なので、今からですねこのミッションやります。いちいち日本語を話さない、まあ今話してるんですけど、この前振りが必要なので、一応ねこっからエンディングまで英語しか喋りません。ただパチスロ用語はそのどうしても訳せない用語が何個あるんで、そこだけはパチスロ用語だけは許していただきます。なんじゃ、I'm gonna stop from now speaking English the whole way right through the ending. The only problem I have is that, well, the camera guy doesn't know, I got no idea what I'm saying. And I'm not used to speaking in such a loud place in English. It's very hard to speak. But from now to the ending, this is what we're gonna do.Doing acrobatics, moving from the matter in the air. You wouldn't believe what I saw. A lady in a turban looking at her future talent devices, and she said, Man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before. Coming around, man, you shouldn't be here. The time isn't right for you. You should have known before coming around. That was on my way. So my next chance is at 650 now. So that's another 200 games away. Perfect. Another page in my history. The time isn't right for you. I said the time isn't right.